喜びありがとうございます。今日はみんな青空さん目当てできたのかな。いい男でした。奥様も美女でした。誰とか言いません、後で指さしてきます。あの今ちょっとあのお子様連れ の, あの着物を着た目麗しいご婦人が一組後で入ってきますので拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。あの今日はあの総勢7名で出まして、ちょっと長丁場になりますが、皆様勝手にブラブラして構いませんから、はい、あと携帯の電話とかだけちょっとあの本当昔はね全然構わないよって言ったんだけど、ちょっとだけ気をつけてあげてください。やはりあの人数が多いとね、話があの予約しますので、よろしくお願いいたします。はい、あとあのちょっと今まだあのマスクが外せないので感染ちょっと苦しいですが、よろしくお願いいたします。はい、あ、お見えになりました。拍手。あの馬場様の奥様が風呂敷講習会の方で今すごく活躍なされていて、もう日本中本当どうかしたら世界中に行っています。風呂敷をあの使っていろんなあの防災ですとか、それからいろんな包み方とか、それから歴史とか、それを使ってね文化交流してるんですよ。もう本当にすごいんですが、あのまたそれは後ほどチラシができましたら皆さんにお配りいたします。はい、はい、着席しました。ありがとうございます。はい、こちらに揃いました。あの今日ね、あの本当にお子様が2人いまして、あのいや4人だね、お子様って言ったらいいのかしら、違うね。はい、あのそれで、まあ、でもあの要するにそういうだんだん若い方っていうか世代の交代になってきてました。うちもだんだん私も年を取り、皆様13年以上だね、あのこの席に通っていた方って言うんじゃ怒られるね、亡くなった方も実は一人いますのでね、あれなんですけど、ただ本当に長い歴史があります。で本当に180回あと2年半なった時はスパッとやめますので、皆さんはその時までは絶対元気で通ってください。よろしくお願いいたします。あんまりやらないでください。でもまず楽しんでください。大いにね、ミサイル飛んできてもいいように、はい、今回しないように、はい、ね、飛んでこなくていいんだけど、はい、すいません、よろしくお願いします。では始まります。盛大な拍手で、まずは大地さん、ゆうかさんから今メンテに来ますから、よろしくお願いします。第156回大和屋美人寄席にお越しいただきまして誠にありがとうございます。小生飯塚と申します。飯塚と読める方はほとんどいないと思います。こういう字がないものです。これはあの伊という字、愛にとかの用意の意に、まあ、駅舎の駅と申しますけど、その字の隣に鳥という字を書きますとですね、イスカという鳥の名前になります。あのことわざにイスカの箸の食い違いというのがありますけど、イスカのくちばしは先端が交差した、まあ、正確に言いますと上はまっすぐなんですけど、下がこう右左にこう曲がっているというか、これはなぜそうなっているかというとですね、他の鳥というのはあの松ぼっくりというのがありますけど、あれは開いて種が出ないと種を食べられないんです。ところがイスカはその松笠のですね、隙間にくちばしを差し込んでこじ開けてこの種を食べることができる。ですから松笠が閉じててもですね、他の鳥が餌がないという時でも食べられる、まあ、そういう変わったくちばしをしています。ただそれが変わってるためにですね、昔はイスカシといってひねくれてる人、あるいはいじけてる人のことをイスカのような人と言ったりですとか、あんまりいいイメージはないんですけど、ただこれはあの西洋の方行きますとですね、幸運の鳥とされています。それはですね、キリストが貼り付けにされる時にイスカがくちばしで釘を抜こうとして、そのためにくちばしが曲がったという言い伝えによってですね、自己犠牲の精神が現れ、まあ、それが転じまして病気や災害から人々を守ってくる幸運の鳥と呼ばれるようになりました。まあ、同じ鳥を見ても、まあ、同じ鳥って全く同じ個体ではないですけど、同じ種類の鳥を見ても、その地域あるいは人によって感じ方が違うということが、それがよくわかると思います。まあ、そういうようなことは覚えなくてもいいですけど、ただもういいですかとか、どうでもいいですかとかですね、そういう意味のいいですかと覚えていただければと思います。最近ですね、昔は見なかったんですけど、水戸黄門とかの時代劇を見ることがあるんですけど、
で時々女性の方がうーっとお腹を押さえていることがありますよね。あれはあの、昔は尺といったそうなんですね。まあ、今でいうと異形連みたいなものだけではないんですけど、異形連みたいなものと考えられるんですけど、ね、ある御大家のおかみさん、大変な尺の持ち主でした。その尺の相薬というのがですね、まあ相薬というのは本来の薬ではなくてそれ以外のものなんですけど、その相薬というのは誠に変わってましてですね、赤の夜間を舐めると尺がピタッと収まるという誠に変わった薬でございました。でこのおかみさんが春先 梅を見に行こうというので向島へやってまいりました。共に女中を二人連れて、春先の野原を歩くというのは、誠に心地が良いものでございました。ただ心地良いのは人間だけでありませんので、長い冬の眠りから覚めた長虫、つまり蛇ですね、蛇がニョロ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 とおかみさんの前を通ってきましたので、パッと驚いてその拍子にうーっと尺を起こしてパッと、おかみさんしっかりしてください、おかみさん、おかみさんどうしよう、お話どうしよう、どうしようったっておかみさん、この中ではやかもないし、どうしたらいいだろうね、どうしようと困っておりますとですね、向こうからやってまいりましたのが、年の頃は60人ちょいと手の届こうかという立派なお受けさん、友を一人、連れておりまして、よほど仲の良い、主従と見えまして、何やら座右と言って、こちらの方やってまいりました。ところがこのお受け様、よほど若い頃からののぼせ症と見えまして、髪の毛が一本もなくつるーんと物の見事に剥げ上がっておりました。お花さん、お花さん、ちょっとあのお武家様をご覧、あのお武家様、あのお武家様、お武家様の何が、おつぶりよ、あれで何か思い出さない、お武家様のおつぶり、あら、まあ、やろう、牛やる夜間に瓜二つじゃない、あれが本当に役に立ったらおかみさんが助かるのに、どうだろうね、お花さん、ちょっとあのお家様におつむりを舐めさせてもらえないか、お願いしてこようかしら。バカなことを言いてないよ、そんなことしたら無礼打ちにされますよ。無礼打ちにされたっておかみさんこんなに苦しんでるんですか、黙って見てるわけじゃないですか、ちょっとお願い言ってくるから、お湯をしなさい、お湯をしなさい、お湯をしなさ い, なさい、お武家さん、お願いでございます、お助け願います。おお、これでべくない、待て待て、というふうに今この者が参ってな、身共に願い事があると申して、どうも身共は夫人に願い事をされやすい立ち、そしてまた一度も断ったことがないというのが自慢でな。まあ待てよ。どうした、血相を変えてる。相分かった。皆まで申すな。さては何であろう。この腹の中において賊が出おったな。よくぞ身どもを呼び止めた。と申すのはな、身どもはこう見えても一刀流の免許改善の腕前だ。立ちどころにその賊を切り伏せてくれる。どこにおる、その賊はどこだ、どこだ、どこにおる、何、違う、違う、違うと、あ、相分かった、皆まで申すな。さてはこの腹の中にて親の敵に出ようたの。女の保存でいうかなわぬから付け立ちをしてくれるというのなら、よくぞ身どもを呼び止めた。一刀流免許改善の腕前で立ちどころにその敵を打ち果たしてくれる。どこだ、どこにおる、どこにおる、その敵は、何、違う、あ、違う、では何事じゃ。はい、手前どものおかみさんは大変な尺持ちでございます。この腹中のまで参りますと長虫が入れまして、それに驚くあまり尺に問わされ難儀を出しております。どうぞお助けお願います。どうぞよろしくお願いします。あ、なんじゃ、そういうことか、そうであったか、案ずるな。
よくぞ身共を呼び止めたと申すのはな、身共の奥は大変な作物でな、身共も普段難儀をいたしておる。腰に下げてるこの印籠に薬が入っているからこれを下げ使わそう。何効かぬ？効かぬとはどういうわけじゃ。はい、手前どものおかみさんには酌に効く藍薬がございます。それは夜間なのでございます。夜間を舐めると立ちどころに尺が治るんでございます。おお、それはまた変わった藍薬だろう。ところがこの腹中ゆえ人家もなく夜間がございませんので難儀をいたしてみました。そこへちょうどお武家様がお通りになったのでございます。何、夜間がないところに身供を参った。うたえら、身供もこの者も夜間などは持っておらんぞ。はい、それは重々承知でございます。え、手前の目ございます。夜間に、ご勘弁を願います。お許しを願います。これ誤ってばかりではわからん。ちゃんと申してみよう。はっきりと申してみよう。はようでございます。へっぱいどめでございます。夜間にお武家様のおつむりがうり二つなのでございます。どうぞ人なめでよろしいですから、どうぞなめさせてください。どうぞお願いいたします。何無礼なことを。つむりをなめさせろ。治れ、無礼打ちいたす。治れ、これはべきない。笑うな、何がおかしい。笑うな、治れ、手打ちしてくれる。ではこれほど申し上げました。元よりお聞き届け願えますか、あるいは手打ちになりますか、二つに一つと考えておりました。お腹ついてございます。どうぞご存分に切るなり焼くなりお願いをいたします。泣くな。村子というものは泣けば許されると思っているんだ。笑うのべくない。大体ここで泣いてそこで笑って身共が起こって話がまとまると思うか。泣くな。泣きたいのは身共の方だ。べくない、少しはこの者を見なれ。この者はな、町人の身でありながら主人のためなら一命を投げ打っても構わんという申しては、それに比べお前はおらんの。主人のつもりが夜間に出ると言われてギラ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 笑いよって。泣くな。はい、分かった。本来ならば到底勘弁できるところであるが、その方の主人を思う心でに身ども腹感服つかまつって望むところではないが、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、少しだけなら舐めさせて使おう。ありがとうございます、ありがとうございます。おかみさん、おかみさん、あなたの尺の藍薬の夜間がおいでになりました。これ夜間がおいでになりましたっていうやつがあるか。態度苦しんでおるな。どうすればいいの。つむりをさっさつも読むか。べくない、いつまで笑うておる。何笑うておらん。その後笑うておるではないか。肩が小刻みに揺れておる。それより見張れ、かようなところを。人に見られては松代までの恥だ。誰か来たらすぐに教えろよ。しっかり見張れよ。これ、はようなめろ、はようなめろ。おかみさんの方も、お武家様のおつむりと分かっていればなめる気遣いはないんですけど、何しろ苦しいさなか、夜間のようなものがぬーっと出てまいりましたので、がっしりつかめないと、なめるのなめるのなめないベロ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 。ほら、人なめと言ったではないか。そこは違う。耳だ耳だ、すべてまだか、まだ治らんのか。
おかみさん、おかみさん。あら、お前たち、そこにいておいでかい？おいでかいじゃございません。どうなるかことかと案じておりました。それにつきましては、夜間がなかったので、こちらのお家様のお罪を舐めさせていただいたんでございます。それで助かったのでございます。苦しい中のこととはいえ、ご無礼の名を平にご容赦願います。いや、謝らんでもよい。怒るくらいなら鼻から舐めさせません。しかし本当に治った。変わった相娘もあればその方どもにきつく申し付ける。これから外出する折は必ず夜間を所持いたせ。さもないと往来を歩く見どものような者たちが迷惑をいたす。はい、きっとそういたします。重ねてお願いが重ねて願い。さだ、何か舐め足りぬから舐め舐めをしておこうというのか。そうでございます。お屋敷を教えていただきとうございます。何？たびたび屋敷に舐めに来るというのか。そうでございます。お礼に伺いたいと思います。黙れ、たわけたことを申すな。すぐにを舐められた礼に来てこられてたまるか。妻子の者に面目ない。もういい、早く立ち去れ、早く行け。ああ、ちょっと待て。今後だな、どこか往来でばったり出会ったとしても、その方どもと身どもは他人だ。いや、今でも他人だもんな。会釈などしてはならん。黙って通り過ぎろ。分かったな。ああ、分かったら行け。もう、人が来ないうちに早く、早く行け。気をつけて参れよ。べくない、いつまで笑っておる。もう笑うのをよせ。ついてまいれ。いかなる悪にしか、犬も歩けば棒に当たるということは聞いたことがあるが、身の者が歩けばつむりを舐められるというのは聞いたことがない。旦那様、いかがでございましょう。屋敷に戻られましたら、看板をなされたらいかがでしょう。看板？何の看板だ。百の合い薬、一舐め百文。たばけ、何を言ってるか。その本にはきっと暇をくれてやろう。笑うな、笑うのを言うぜ。笑うな。その方が笑うから、身どもまでおかしくなってきた。まあよい。しかし、人を助けるというのは良い心持ちがするものであるの。しかし、あの女め、ベロ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 な多い舐めを打って、何やらつぶりがペタペタする。ベグネ、ちょっとこの辺り見てくれ。何やらヒリヒリする。あ、旦那様大変でございます。歯型が2枚ついております。歯型が2枚。あの女、舐めるだけでは汚す。歯まで立って打っとくか。うーん、旦那様、傷の具合はどうじゃ。旦那様、案ずるに及びません。まだ盛るほどではございません。夜間のお受け様のように頭がはげ上がっておりますが、私この小生ブッダネと申しましてね、お坊さんなんでございますが、まあね、真面目に言えば三千草木質仏性とね、すべての門に仏性があるとか言うんでございますが、だいぶ体育会系の社会でございましてね、よく父とかね、父親もぶったね、ぶったねって言われたんで、ぶったねというわけになるんですね。先日もね、なんか札幌にこの私が、父を乗せて運転できまして、私が運転、ね、父が後部座席に乗っているわけですね。右右折専用道路に乗ったんですよ、4車線のね、で父がね、そこの次の信号をね、左に曲がれと無理ですよ、ね、容赦ないんだ右折専用道路なんだから、いや無理ですよ、曲がれたらすぐ曲がれと後ろからパンダ取れましたもんね、事故だと思ったんでございますが、まあ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 、それでも、カラスが、白いと言われたら、黒と言えということで、
唐津川市でふざけんなと眼科に行けとわけじゃないと思いますが、まあまあ、でまあ、今から五章なりというお話をさせていただくわけでございますが、この五章と申しますのは、まあ、この世でいいことをしておりますとあの世でいいところに行けるということなんでございますが、まあ、あの本当はですね、自分を、冷静に見まして見直しまして、自分はねこういうことがあるからこういうことをしていけないな、昨日怒って、旦那さんのお酒を避けちゃったけどね、ああいうことをしていけないなというようなことで、次からそういうことはしないということが本当なんでございますが、まあ、私どもはそういうことを忘れて、こういうことをやっておけばね、いいんだということになりがちでございますな。でここにおられます一人のご隠居様、自分のご商売を息子さんに譲ってしまいまして、自分は観音様を拝んで暮らして、でこのご隠居様、虫を殺さないんですな。まあ、後に手に金図が止まっておりますと、お前ね、あんまり吸うんじゃないよ。メタボになるよ。あんまり吸うと、飛ぶのも遅くなるから。ああ、そうさ。次、お前、こっち来てよ、吸い。なんてね、人間できた方だなと思いますな。あの、私などはね、まあ、商売から、人が見てるところではいたしませんが、まあ、いなくなったらすぐピシャッとやっちゃうで、このご隠居様、観音様を拝んで暮らしておりますが、まあ、普段は、浅草の観音様を拝んでおりますが、まあ、観音様は三十三神に献金すると申します。今日は別の観音様を拝んであげましょうということで、普段は通らない大川の貸し口を通りますと、そこに一軒のうなぎ屋がございまして、そこの主人がうなぎをまな板の上に置いて、切れて通して叩いて焼いて皮焼きを作ろうというところ、おい何やってるんだお前は、えいらっしゃい、鬼会へご案内。鬼会へご案内じゃねえ、お前一体そのうなぎどうするつもりだ。いや、お客さんの注文で皮焼き。お前な、そのうなぎ一体何悪いことしたってんだ。そのうなぎ助けてあげなさい。いやだから無理ですよね、うちうなぎ屋ですからね、そんなことしたらね、うち潰れちまいますから、ああ帰ってください帰ってください。はあ、お前な、考えてもみろ、自分がまな板の上に連れられて火で通して焼かれたら一体どんな気持ちがする。いや私そんな悪いことしませんから。うなぎだって何悪いことしたんだ。いいからね、そのうなぎ助けてあげなさい。いやだからね、そんなことしたらね、うちが潰れちまいますよ。うち商売なんだからね、ああいいからね、もう早く帰って帰った。情けねえ野郎だ。あ、じゃあね、こうしましょう、そのうなぎ私が買おうじゃないか。いくらだ。おお、買ってくれるってんだろうね。あ、じゃあこのうなぎ2円です。あ、2円ね、12 10杯分はありそうだ。お金のことなんて言ってありませんから。で、ここに2円置くから、そのうなぎ、こっちに渡しなさい。私は素人だよ。そのまま渡されたってね、取れるわけがないじゃないか。そのザルをおかしさ。お前もな、とんでもない奴に捕まったな。いいか、私が助けてやるからな、恩に思えよ。いいか、もうあんな奴に捕まっちゃなんねえぞ。長生きしろよってんで、表の川へポチャ。ああ、いい御所をした。ナムカンゼヨンボダツナムカンゼヨン。また翌日になりますってえと、このうなぎ屋の主人が別のうなぎをまな板の上に置いて、切りで通して、叩いて、焼いて、皮焼きを作ろうと、ところ。お前はまたうなぎを殺すのかい？いらっしゃい。いらっしゃいじゃねえ。お前そのうなぎ助けてあげなさい。いやー、ダメなんですよね、うちも商売ですから。分かった分かった、じゃあそのうなぎ今日も私が買おうじゃないか。いくらだ。このうなぎ2円です。じゃあお金のことなんて言ってありませんから、じゃあここに2円置くから、そのうなぎ、こっちに渡しなさい。このうなぎ、昨日よりずいぶん小さいようだな。
今日はね、かつてうなぎ高いんですよ。なんてんで、また表の川に行って、おちゃー。ああ、いい御所をした。ナムカンテアンバタツナムカンテ。なんてんで、毎日うなぎを2円で買っておりますと、たちまち見てはいけないうちは。仲間の者が売り上げがありまして、おい、お前いいじいさんに捕まえたら、あ、お前のところですよ。あの隠居付きで、安く買おうじゃねえか。なんてのが現れる始末。しかし、そのおじいさんが、このごろとんと姿を見せませんで、どうしちまったのかな、あのじいさん。近頃姿は見せねえな。もう来ないよ。なんで？なんでってあんた、考えてごらんよ。あんたさ、花はこんな大きいのに、2円で売ってたよ。これがだん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 小さい。この間なんかさ、土壌1匹2円で売ったじゃないか。嫌になったんだよ。助けがいがないってやつさ。どっか他のところ回ってんだよ。そうかな。だいぶ小さんだしよ。患ったんじゃねえか。まあ、なんでせよよ。生きてさえいいや。大枚はたいて放り込んでくれて、まあ儲けさせてくれるんだからよ。いい爺さんだよな。あの爺さんがいねえとよ、もう懐がよ、寒くっていけねえんだ。早く来てくんねえかな。おい、あそこに見えるのはあの爺さんじゃねえか。ああ、痩せたね。ああ、ふらついてるよ。ああ、わざったかな。ああ、これな、ああ、もう長いことねえな。ああ、今のうちにな、ああ、踏んだぐってもいけねえな。おい、うなぎ持ってこい。うなぎいないよ。今日休みじゃないか。ああ、そうだったな。あ、土壌でいいや。土壌を月の実にしちゃった。ああ、金魚みたい。金魚死んじゃった。いや、だから金魚だね。ああ、来てもらおう。マリ。あ、ネズミ捕まえろ。ネズミそんなに簡単に捕まらないよ。ああ、そうだな。あ、来てもらおう。マリオネ。生きてりゃ何でもいいんだよ。生きてりゃってんで、おけがとなく赤ん坊を生きてるということで、マリオ、お前ら、金儲けだろな。我慢しろよってんで、この赤ん坊をまな板の上に据えまして、切りで通して、裂いて、焼いて、皮焼きを作ろうというところ。おい、お前は一体何やってるんだ。え、いらっしゃいじゃねえ。え、お前その赤ん坊、一体どうするつもりだ。え、お客さんの注文で皮焼きに、赤ん坊を皮焼きにするやつがあるか。ああ、わかったわかった。あ、その赤ん坊ね、私が買おうじゃないか。え、いくらだ。え、この赤ん坊、100円です。え、100円で、お金のことなんて言ってありませんか。じゃあここに100円置くから、その赤ん坊をこっちに渡しなさい。はあ、まったくな、鬼親だな。ああいうやつがね、鬼滅の刃で斬られる鬼になるんだ。まったくな、もうああいうやつにな、捕まってはなんねえぞ。長生きしろよってんで、表の川へ持ち。ああいい御所をしてくれ。156回山田屋美人寄せ、どうもご清聴ありがとうございます。すっかり秋ですよね。秋になりまして、ちょっとこちらにあるんですが、今月ですね、幕別というところで、アマチュア、落語大会というのがありまして、ね、今回ありがたいことに私、大賞を取らせていただきまして、ね、ありがとうございます。一番歴は短いんですよ。まだ1年経ってないので、ここで話をさせてもらったのが、去年の11月20日です。まだ1年経ってないんですが、やっぱりここの講座に上がって喋る回数が一番多かったということで、きっとお客様のおかげかなと思っておりますので、どっか中居とか、そういった時間の時にも見ていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。今日は秋の話ということで、ちょっと食べ物に関するようなお話をしていきたいと思います。おー、ずいぶんすすけてるね。お、看板が出てるよ。苗ヶ谷。はあ、変わった名前だね。おごめんよ、誰かいねえかい。おい、ごめんよ。誰もいねえようだな。困っちまったな。おい、誰かいねえかい。ごめんよ。おい、へい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 、少々お待ちを。へいへい、お、お待
待たせいたしました。手前どもに何かご用でも。もうちょっとすまねえな、急で悪いんだけど一晩泊めてくれねえか。お泊めに。手前どもあまり見ず知らずの方を中に入れるようなことはしておりませんので。ちょっと待ってくれよ。おめえ宿屋だろ。ええ、宿屋を営んで。ひょっとしてことによりますってと、お客様でございますか。ひょっとしたくても客だよ、客。何に見えたってんだよ。止めてくれんだろ。お客様お止めんだ。泣いちまったよ。え、どうしたんだよ。おめんとかあんまり客来ねえんだな。はい、2年ぶり5人目のお客様で甲子園じゃねえんだから余計なこと言うんじゃねえよな。止めてくれるんだろ。承知いたしました。少々お待ちください。ばあさん、ばあさんや。え、お客様が来ましたよ。ばあさん聞こえないのかね。ばあさん。はいはい、じいさん。え、何です。お客様うちに来るわけないじゃないですか。え、また幻でも見てるんですよ。幻を。幻じゃねえんだ、本物客だよ客。早くこっちへ来いってんだ。え、また幻ばっかり見て。お私にも見えるよ。どこの狐が化けてるんだよ。狐じゃねえよ、本物本物。え、止めてくれんだろ。お、飛脚の方でございますか。おお、そう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 。ほら、この土砂降りだろ。ああ、足元がぬかるんでんで、足くじいてしまったんだ。一晩寝りゃなんとかなるからよ。ああ、風呂入って飯食うだけでいいんだ。頼むよ。承知いたしました。ばあさん、あの、風呂に火入れて、あの、風呂沸かしてくださいか。お客様どうぞ、中の方へ。お、すまねえな。ありがてえ。ああ、ちょっとこれ預かってもらえねえかな。ハサミ箱って言うんだけど。あ、ハサミ箱ってことですね、これ。ずいぶんと重たいもんでございますね。ちょっと今回訳あってよ、50両包みが2つ、100両減ってる。100両。ありがとうございます。いやいや、ちょっと待ってくれ。おめえにくれてやるってわけじゃねえんだ。明日の朝まで預かってくれってそう言ってんだ。あ、承知いたしました。ばあさんどうしたい。え、あ、風呂が沸いた。お客様、お風呂が沸きましたので、どうぞこちらへ。そのとでございます。ごゆっくりと。ばあさん、ばあさんこっち来た。これあの飛脚の方のハサミ箱っていうらしいんだけど、中に50両包みが2つ100両減ってるって話。ありがたいね。いや、何もありがたかねえんだね。明日の朝まで預かってくれってそう言ってるだけなんだ。そんなこと言ってもじいさん、そこに100両あるって分かってるんだ。なんとかしましょう。なんとかしましょう。悪いババアだね。いいかい。こうやってたまに店賃入るだけでもありがてえじゃねえか。それを何、100両いや、そんなこと言ってる場合じゃねえんだね。いや、そうと言ってもじいさん、100両あったらこんな誰も来ないところに宿やらなくてもいいんですよ。なんとかしましょう。いや、だからなんとかしましょうって、まあ、そんなことよりほら、飛脚の方風呂入ったら飯食うって言ってんだからよ。あの夕飯なんかこしゃれてくれないか。そんなこと急に言われたって何にもありませんよ。まあ、うちは苗がやっていうぐらいですからね。裏に行けばミョウガがたくさん生えてますから、それでなんか作りましょう。そうだ、じいさん、昔からミョウガをたくさん食べたら物忘れが激しくなるって言うじゃないですか。ここはミョウガをたくさん食べさせて明日の朝黙ってたらそのハサミ箱を忘れていくんじゃないんですかね。悪いババアだね。余計なこと考えるんじゃねえんだもんな。泥棒じゃあるまいし。泥棒じゃありませんよ。何にも悪いことしちゃいませんよ。みょうがをたくさん食べさせて
朝ちょっと黙ってて忘れていくのは向こうの方ですからね、何も悪いことはしちゃいません。その考えが悪いって言うんだよね。いいか、そういうもんじゃねえだろ世の中。ああ、そうか、確かに悪いことはしてねえか。みょうがをたくさん食べさせる、まあ悪いことしちゃいねえな。明日の朝黙ってるってのはちょっと気が引けるけども、悪いってほどでもねえな。確かに忘れていくのは向こうの方だ、悪いのは向こうだな。じゃあ一つやれるだけやってみようじゃないか。まあまあ、まずは夕飯作ってください。あ、お客様、どうぞどうぞこちらへ。お湯加減はいかがでございましたか。ぬるい。え、風呂入って体冷えちまったじゃねえか。なんか飯かなんかできてんだろうな、飯にしてくれ。できております、どうぞこちらへ。お味噌汁でございます。お味噌汁、いいね。え、冷えた体にちょうどいいじゃねえか。ああ、食べたい。ぬるい。おめえんとこ出すもん、何でもぬるいじゃねえか。あ、何、みょうがが入ってる。おいがみょうがが大好きなんだ。え、いいじゃねえか。ぬるいけどうめえ。恐れ入ります。お漬物でございます、みょうが。あ、これもみょうが。みょうがの漬物ね。よく使ってて、これもうめえな。恐れ入ります、焼きみょうがでございます。ああ、なるほど。あ、みょうが尽くしか。ああ、なるほどな。おお、そうだ、おめんとこみょうが屋って言うんだもんな。あ、いいね、宿屋に売りがあるって。どれどれ、みょうがも焼くことあるんだね。これまた香ばしくてうめえじゃねえか。ありがとうございます。みょうがのお刺身でございます。みょうが、何を。みょうがのお刺身でございます。おめえよ、これ生のみょうがを切っただけじゃねえか。わさび醤油でお召し上がりください。聞かねえやつだなおめえな。何、わさび醤油。これはよしといた方がいいんじゃないか。まあ、やっぱり生姜醤油で、そういう問題じゃねえのか。他になんかねえのか。みみょうが、みみみょうが、これだろ、みみょうが、な、似てる、煮物だからな。おめで出すも言えなくてどうする。おう、これなかなか甘い味付けで、おう、しっかり煮付けて、うめえじゃねえか。ありがとうございます。炊き込みご飯でございます。お、やっとみょうがじゃねえも出てきたね。え、どれだ。まあ、そうじゃねえかなとは思ったんだけど、みょうがが炊き込んでるもんだとは思ったけど、普通炊き込みご飯ってお前ご飯にちょろちょろなんか具があるじゃないか。これみょうがにちょろちょろっとご飯があるんだけど。まあまあまあ、俺みょうが好きだから構わないけどよ。なるほどね。お味はいかがでございますか。みょうがだよ、ね、それ以上でもそれ以下でもね、ずーっとみょうがだよ。まあまあまあ、俺はみょうが好きだから変わんないけど、まあ、ただなんかぼんやりしてくるな頭が。ありがとうございます。何がありがてえってんだよね。明日も早いしよ、今日もう休もうじゃないか。部屋はどこだい。ご案内いたします、どうぞこちらで、こちらでございます。ごゆっくりお休みなさいます。お客様、おはようございます。お目覚めはいかがでございますか。お目覚めはいかがでございますかなって、おめえ布団で寝てねえの。私もばあさんも、布団でしっかり寝ております。じゃあそれを客に回せってんだよ。宿屋の布団がね、宿屋なんて初めてだよ。まあなんだかよくわかんないけど、商店の楽屋張りにゃ、布団が、布団じゃねえ、座布団がたくさんあったから、まあ、それ敷き詰めて寝たから、足も良くなってよかったんだけどよ。おめえの座布団なんかあれだよな、ゴツゴツゴロゴロしてんな。みょうがが入っております。変な、そんなもん。冗談じゃねえな。朝飯にしてくれねえか、朝飯。まあそうじゃねえかなと思ったけどよ。それ、味噌汁だろ、まあ、漬物。みょうがの炊き込みご飯な。食うよ、大丈夫。それなんで、その変わった形ってやつは。
開き、苗がの開きでございます。大根おろしを添えてお食べください。なるほどね。その隣のなんかぐちゅぐちゅしたやつ、それなんだい。半熟苗がでございます。どうやって作んだよそんなもん。まあまあ朝食感は出てる。朝食感出てるという。これもな、苗がだし、これも苗がだし、一緒にして食っちゃおうじゃん。やっぱり苗が出す苗が苗がだな。苗がでしかねえな。うわ、腹いっぱいになったね。ごちそうさん。あ、なに、お茶？変わった味がするね。苗が茶でございます。だろうとは思ったけどよ。なんだか頭がぼんやりしてくるね。ありがとうございます。だから何がありがてえってんだ。ああ、まあこの後な、先急がなくちゃいけないから。ああ、世話になったな、パパよ。いってらっしゃいまし。ああ、母さん、母さん、まんまとあの飛脚の方忘れていったよ。何がですか。母さん、お前がぼんやりしてどうするんだ。え、ハサミ箱、ハサミ箱、100両だよ、100両。ありがたいね。もうすまねえな、忘れ物だよ、忘れ物。頼む。ああ、そこそこにあった、そのハサミ箱取ってくれねえか。ああ、その壁にかかってるやつだよ。何のことでございます。じいさん、しだばっくれきが、え、今見ただろ、その壁にかかってるハサミ箱。それだよ、それ。これがねえと収まりつかねえんだ。え、じゃあ、世話になったな、あばよ。何にも忘れていきませんでしたね。途中で思い出してしまった。みょうがが足りなかったのかね、ばあさん。本当ですね。何にも忘れてったものがありますよ、じいさん。どんなものを忘れてったんだよ。宿賃払うのを忘れてた。
人生で引っ越しが多かったんですね。数えましたらね、13回あります。で、うち1回は子供の頃ね、親と一緒に越してきたんですけども、残りの12回っていうのは大人になってからあですから、自立してからなんですけどね。なんでこんなに俺の人生は引っ越しが多かったんだろうなぁとこう振り返って見ましたらね、全部じゃないんですよ、全部じゃないんですけれども、少なからぬ部分がお付き合いする女の方が変わると引っ越したんだ。誤解しないですよ、誤解しないですよ、逃げてたんじゃないんです。そうじゃなくて、新たにお付き合いする人の近くに住むようになったりっていう、そういうことですからね。そうですよ、私ね、いろいろ何回も引っ越ししてますけども、引っ越しっていうのは何回やっても大変なもんですね。日取りを決めるところからね、それからガス会社電気会社に連絡取らなきゃならない、ね、それから見積もりあちこちから取って、業者決めなきゃならない、荷物詰めるっていうんだったらね、何を持っていくか何を捨てるかまたいろいろ考えなきゃならないね。で、まあ、いざ引っ越したら引っ越したでこうご近所周りでご挨拶しなきゃならないでしょ。なんせ田舎みたいなね、新しい土地へ越したらですよ、ご近所とうまくやっていかないといけないですからね、ですけどね、実際にご近所の方が、どういう方かなっていうのはいざ引っ越してみなきゃわからないわけですから、そういう意味じゃ引っ越しっていうのは、ちょっとした冒険ですよね。おかなんだな、ようやっと引っ越しも片付いたな。いや、大した荷物じゃねえと思ったけど、これで案外あるもんだな。あ、そうだ、中東その長東の引き出しによタバコ色が入ってんだ、取ってくんねえか。いや、俺は途中でタバコ飲みてえなと思ったけど、持ってくんの忘れちまっただろう。すまねえ、ちょいとタバコ出してくれ。あ、そうかい、それはお前さんいいんだけどね、ちょいと頼みがあんだよ。なんだよ。ここにね、ほうきが寝てんだろう。ほうきかけようと思ったらさ、前に住んでた時から豆な人に見えて釘なんぞ全部抜いてっちまったんだよね。ほうき寝かしとくってえと、うちの中に揉め事が絶えないってえからね、チートほうきかけるんだから釘一本柱に打っておくれよ。うーそかい、それはいいよ。じゃあな、タバコ一服つけてたら、タバコ一服つけたら釘打ってから。そんなこと言わないです。私気持ち悪いから言ってんだからね、先に釘一本打っておくれよ。釘打ってから好きなだけタバコ飲めばいいじゃない。おめえはね、タバコ飲みの気持ちがわからねえからそういうこと。タバコなんてのは飲みてえなって時にピッと抜からめんなよ。わかった、よこしよ、タバコ一服つけたらな、俺はもううちの中何十分でも聞き入ってやから。いいんだよ、うちはパチンコじゃないんだから。大木だって一本しかないんだから、釘打って。だからさ、タバコ一服つけさせろよな。一服飲んだら俺はお前女っぷりの人におつな形でもって池にトーンって打ってやるからさ。おつも息も何にもないの。ほうきをかける釘一本打てばいいんだから。わからない人だねこの人。あ、ちょいと、タバコはあと、私が優しく言ってるうちに言うことを聞いといた方がいいよ。わかった、男すなよ。こりゃ俺が言うこと聞いて思ってやるね。知ってるよ、喧嘩するのはおめえの方が強いってな。わかってる、ったくもって冗談で。ちょいとお前さん何やってんの。そんな道具箱なんて開けなくたっていいんだよ。私がここにもう金槌の木もみんな支度したんだから。うるせえ、飲めばよ。亭主の仕事なんだと思ってんだよ。デークだぞ、デークに指図するんじゃねえんだ。ダメなんだその金槌は。もう上がっちゃって甘くなっちゃってんだ。あ、普段俺が使ってるこっちの使い勝手がいいんだよ。あら、そう、それは悪かった。あ、ちょいとまさ、何持ってんのその木。それお前八寸もある瓦釘じゃないか。そんな長い釘じゃなくたっていいんだよ。放りかけるだけなんだから。うるせえの目はよ。いつもグツ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 。何を、なぎ、いいじゃん。ほうきかけて長すぎると思ったら、たまにお前がぶら下がってるぞ。体にいいんだぞ、ぶら下がり健康つって。なあ、どこに打つんだよ。ここでいいのか。あら、お前掃除したのか。しました。嘘つけ、こっち。こんなとこに雲が巣張ってんじゃねえかよ。こういう見えないところをするのは本当の掃除なんだよな。こんなに雲が巣張ってるって言ったら、あ、出てきた雲。この野郎、大きな雲だ。こういうの生かしとくって言うとな、端から順に巣張ってしょうがないから一目だがいいようなの。飛んでる、飛んでる、端っこい野
こんちくしょう、こねろ、よし、それだ、こねろ、かねろ、かねろ、かねろ、こねろ、あいてあいてあいて、あ、こっちだあいてあ、血まめになっちゃったよ、うん、あ、でももう大丈夫だ、くぶしめだからな。えっ、あ、いけ、おっか大変だ、釘、打ち込んじゃった、あ、バカだねほうきをかけるんだから釘全部打ち込んじまってどうすんだい。まあでもやっぱりさすがだね、体育の棟梁だね。そんな八寸も変わらずに2、3回で柱に全部打ち込んじゃったのかい。いや柱じゃねえんだ、壁打ち込んじゃったんだ。あ、バカだね。もう長屋の壁なんてこんな薄っぺらいんだよ、そんな八寸もあるか変わらずに打ち込んでほらもう釘の先がお隣へ抜けちゃってるよ。やだねえ、越してくる早々これなんだからもう。ねえ、向こうからさ文句言われないうちにこっちから先行って謝っておいでよと。分かってよ、おめえがいけるんだよ、タバコ一服つけさせりゃこんなことにならなかったんだよ。え、おめえがやいやいやいや言うからよ、分かってよ、謝ってくる、たかまちょうだてれなんて。ごめんください。はいはい、いらっしゃい。なんか具合はですか、使うことを伺いますか。はいはい、壁から釘が出てませんか。やぶから棒ですが、いや、やぶから棒じゃないんですよ、釘から釘なんですよ、釘から、あ、壁から釘なんですよ。やぶから棒ですな、ね、人が壁から釘切ってんのに何だってお前やぶから棒にしたんだよ。お前喧嘩売ってんのか。いい、そんなことはしません、見ず知らずの方です。あなたのおっしゃってることがよくわからないから、うん、やぶから棒と申し上げた。ああ、そうですか、それはあしから。いや、実はね、あ、じゃあ今日この長屋に越してきたもんなんですかね。ああ、そうですか。いや、これはこれは、あ、わざわざあご挨拶に。いや、そんなことはどうでもいいんで。いや、実はね、ガガが言うには何なんですよ。釘かけるからほうきを打ってくると、こう言うんですよ。この網だ、あ、お宅の神さん変わってますな。釘かけるんだからほうきを打ってくれ、なこと言うわけねえじゃねえかよ。お前、そおかしいな、あなたが間違ってるんですよ。ほうきをかけるから釘を打ってくれと。おお、そう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 。で、あっしはデークなんですけどね、八寸もある瓦釘をね、うちどころが悪かったね、壁打ち込んじゃったんですよ。で、その先をだけこう抜けてるわけなんですがね、ちょいと見てもらえませんかね。あ、あ、そうですか、ちょっと待ってくださいよ。おいおい、今この長屋で空き棚があったのはお向かいだけだったよな。あ、両隣は越してないよな。あなた先ほど今日この長屋に越してきたとおっしゃいましたよ。ええー、そうですよ、たった今ね。 あなたが越してらしたのはお向かいじゃありませんか。ええー、そうですよそうですよ。どんな長い釘をお打ちになったんですか。八寸もある瓦釘ね。ああ、そりゃうちは出てませんよ。寝ろ、人が謝りに来てんだから見てくれってんだから、見なきゃ分かんねえだろ。いいえ、見なくても分かるんです。いいですか。あ、しっかりしてくださいよ。あなたのうちと私のうちの間には道が一本あるんですどんな長い釘打ったか知りませんがね、往来一本隔てて飛んでくる釘ってのはありませんから、謝るんだったらお隣に謝った方がいいんじゃないですか。え、ああさよならくらいけねえよ。驚いた、かかがあんなこと言うもんだから、お迎え行っちゃってやったかも、冗談じゃねえな。ごめんください。あら、お前さん随分早かったね。あ、で、うち帰ってきちゃったよ。おい、おめえがいけねえんだよ、おめえがやいや言うからよ。お迎え行っちゃって、あ、バカだしょうがないんだからね、もう。はい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 、じゃあここにね、タバコ入れがあるから、これ持ってってね、よく落ち着いて謝ってくるんだよ。お前さんだってね、落ち着きゃ一人前なんだからね、よく落ち着いて謝って。こねろ、どういうこと言うな、こんにちは。じゃあ俺が追いつかなかったら、はにまいだっていうのか。分かって、謝ってくれよ、ったけじゃん。じゃあ、分かってねえの。
こっちからこうったんだから、このかな。じゃあ、ごめんください。はいはい、いらっしゃい。なんか、ご用ですか。はい。ちょいと落ち着かせてもらいます。ちょいと落ち着かせてもらいますよ。あ、おお、なんだなんだ、上がってきちゃって、おい。おい、知ってる人かい。え、知らない。私も知らないよ。なんか、落ち着かせてもらえて上がってきちゃったんだよ。え、しょうがない。ね、季節の変わり目はね、時々こういう人が来るんだよ。まあまあ、ざっとこうやってなって。おお、それです。恐れ入りますが、タバコも飲食できますか。タバコをお飲みになる。おい、タバコをお飲みになるそうだから、タバコもお持ちして。え、わかんないよ。来ちゃったらしょうがないじゃねえ。お疲れ様です。どういうちょっとお疲れ様でございました。あっしはタバコが飲みたかったんですよ。はあ、うちの家内ですが、家内に何かご用ですか。ええ、おかみさん何とに別に用がありません。おいくつになられますか。ああ、そうですか。お若く見えますな。器量がおよろしいか。えい、どういたしましょう。おたくは、おかみさんと所帯を持つについちゃ仲人が一緒になったんですか。それとも仲人なしのくっつけですか。あなた、失礼なこと平気で聞きますね。うちは立派に仲人を立てて一緒になりました。あ、仲人に何かご用ですか。ねえ、仲人になんぞ別に用に。ちょいとお使わせてもらおうと思いましてね。あ、じゃあね、カカード所帯を持つについては仲人のね、くっつかいなんですよ。あっしはデグなんですけどね、カカアが奉公してるお棚に足が出入りしてましてね。で、毎日仕事行ったんですが、毎日ね、昼飯時分になるって言うとね、お茶出してくれる。足んとこだけね、なんか持ってくるんですよ。お惣菜よ。なんだ、たくあんのしっぽだとかね、鮭の切り身だとか。他の野郎のところには持ってかないもんですからね、仲間がやきもちやきましてね。なんだろうな、おめえんとこだけなんか持ってきやがって。もしかしたらおめえに惚れてんじゃねえか。どうだ、ちょっと行ってみたらっていうもんですからね。それもそうだな、ちょっと行ってみるかってんでね。かかあがね、ある時こう台所でこう洗い物してるところでね、後ろからこうそーっと行きましてね。女の着物っていうのは何でしょう。この脇の下のところが空いてるでしょ、宮津口っていうのが。あそこのところからね、こう手突っ込みましてね、脇の下カタ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 最初に話したやつなんですけどね。おかみさんとの慣れ初めを言いに来たんです。そういうわけだ。それからまあね、ごちゃごちゃっと夫婦になっているわけなんですがね、棟梁に叱られましてね、そんなこっちゃいけねえ、ちゃんと所帯持たなきゃダメじゃねえかってんで、まあ、それからまあ長屋を探してね、一緒に暮らすようになったわけなんですけれども、そうそう、所帯の持ち立てに面白いことがありました。あら、夏場でしたかね、仕事から帰ってきてね、おか、ゆいから手拭き出してくれって言ったらね、何言ってんだよお前さん、今日はお家さんに休みだよって言うから、やったな、俺はこんな暑い日に、汗がいたってのに湯入らねえってことつらいなって言ったら、そいつはどうだよお前さん、裏でもって行水使ったらって言いますから、おお、それも面白そうだな、じゃあ、行水でも浸かるかって言うんでね、裏にこう払い出しましてね、お湯汲み込んで行水使ってたんですよ。そしたらね、カカアがやってきましてね、お前さん、私も汗かいちゃったから一緒に入ろうかしらなんて言ってきたもんですからね、おいよ、じゃあ一緒に入ろうじゃねえかって言ったらね、でカカアがまたやってきましてね、お前さん、二人で背中の流しっこしようよって言いますから、
バカなこと言うんじゃねえよ。こんなお前狭いたらいの中でお前背中直すことができるわけねえじゃないかって言ったら、そんなことはないよ。お互いの背中にシャボン塗りっこする。で背中合わせに座ってね、あのお前さんがホエーって言ったからね、で私さんがホエーって言ったから、こんな手がホエーって言ったから、お前さんがホエーって言ったから、ホエー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 やってるうちには背中が荒れるよって言うから、あそれは面白そうだな、じゃあやってみるかってね、お互いの背中こうシャボン塗りっこしましてね、背中合わせになってホエーホエーホエーやってたんですよ。そしたらね、カカーがね、なんかあまたあれですよ、じゃあ今度は前やろうって言うんでね、こう前にグワーって塗ってね、今度は仰向けになって、こう向かい合わせになってホエー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 やってたんですよ。そしたらね、カカーの様子が何度かおかしくなってきましてね、心がこうポーッとなってきて、お前さんになったか私体が出すくなっちゃったわ、もう寝ましょうよって言いますから、この野郎昼間から妙な料理を起こしやがって、じゃあそうするかってんでひょっと立ち上がったらいけないよ、たらいの底が抜けちゃったんですよ。ザーッてね、上か地べたへダーッて、もうしょうがないからね、2人してこうたらいの縁持ちましてね、こうお互いに向かい合わせて、カニ向けに横向き歩きながらこうもう急いで家の中へね、向かったんですがね、いやー歩きにくいもんですよこれ。あなた今度やってごらんなさい。やりませんよ私は。あなた何しに来たんです。いいえ、そうしてたらね、カカアのケツがでかいもんですからね、タガが弾けちゃって、タライがバラバラバラ、カカアはもう前を押さえて、キャー恥ずかしいわーってしゃみ込んじゃうでしょ。もうね、そのまんまうちの中へね飛び込んで入ったんですよ。そんでもって大笑いしましてね。いや、この話はね、今でも思い出しちゃ二人の間で笑いの種になってるんですがね、いや夫婦なんてのは初対の星たちにはいろんなことして遊ぶもんですよね。ああ、うん。どうも、お邪魔しました。帰っちゃったよ、あの人。なんなんだろうね。おか、今帰った。あら、お前さん、ずいぶん謝ってたんだね。なんだい、随分余ってたって。やだよ、この人は。釘打ち込んだの謝りに行ってきたんだろう。あ、そうだよ、おめえがいけねえんだよ。落ち着け落ち着けって言うから、お前もう落ち着いて違う話してきちゃったよ。何違う話って。初対の持ち立てにほえほえほえ、あ、バカだね。もうそんな話するんじゃないよ。明日から毎日買わせんだよ。もう決まり悪いじゃないか、冷やかされんだから。もう早く痛まっておいでよ。分かってる、もう謝ってくれって。冗談じゃね、画面ください。あ、また来たよ。おい、なんかまだご用ですか。さっきの話の続きですか。いえ、そうじゃねえんですよ。肝心なこと言うの忘れちまったんで勘弁してくんねんな。いや、実はね、あ、じゃあ今日お隣に越してきたもんなんです。ああ、そうですか。いや、これはよかったよかった。怯えることはない、隠れることはないよ。あ、お隣に越してきた人ですってさ。ああ、そうですか。いや、それはよかった。あなたのように愉快な方がお隣に越してきたら、明日から毎日楽しく過ごせそうです。よろしくお願いいたします。いや、そんなことはどうでもいいんですよ。実はね、かかあが言うにはね、釘かけ、あ、違う、ほうきかけるから釘打ってくれてるんですよ。で、明日はデイクなんですけどね、ハスもある河原釘をね、打ちどころが悪かったね、壁打ち込んじゃったんですよ。で、その先がお宅へこう抜けてるわけなんですがね、ちょっと見てくれませんかね。あなた、そういう大事なことを早く言ってくださいよ。お、あ、驚いた。で、どこへ打ったんですか。いや、ですからね、その雲が巣張ってるその下のところ。いや、あなたのお宅のどこに雲が巣張ってるか分かりませんからね、いっぺん家へ帰ってね、この辺りっていうのを教えてくださいね。おお、そうですか。じゃあ一回家へ帰ってね。お隣の方、いいですか。はいはい、どこですか。ここですよ。どこですか。ここですよ。どこでしょう。こでろ、指さしてるのか分かんねえのか。バカだよ、隣で指さしてるよ。すいません、この辺りっていうのを軽く叩いてもらえませんかね。見当をつけますから。おお、そうかい。おっか、下の元か下の。お隣さん、ここですよ。わかりますか。ここですよ。うれ、おれ、早くしろ。だ、
ほら、おお、はい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 、ああ、もうやめてやめて、ああもう棚のものが落ちますから、ああ見当つきましたから。えらい人が越してきましたよ。え、大変なところから音がしてましたよ。この仏壇のとこですか。ああ、大変なことになっちゃった。 お隣の方、早く早く来てください。どんなことになりました。仏壇をご覧なさい。仏壇、仏壇を変わったことはない。くだらないこと言ってんじゃありませんよ。中をご覧なさいっての。中、どう、お宅の阿弥陀さん変わってますね。なんか喉からピューッと出てますよ。バカなこと言ってんじゃありません。あなたの打った釘があれですよ。そうか、なるほど、あそこへ打つとここへ抜けるから。トンネル工事みたいなこと言ってんじゃありませんよ。あなたどうしてくれるんですよ。いやー、えらいことになっちゃった。そうでしょう。ええ、明日から掃除が終わるためにここまで放りかけに来なきゃいけない。私のない長い時間ということで、これまたおめでたいとされてるな。
ああ、なるほど、五光の辻家ね。その他何かありますかね。カイジャリ水魚というのがあるな。カイジャリ水魚なんすかそれは。まあこのな、海の中の砂利とか水とか魚なんていうものはな、とってもとっても取り尽くせないということで、無限に広がるということで、これまたな、おめでたいとされてるな。ああ、カイジャリ水魚ね。その他何かありますかね。水曜末、雲来末、風来末というのがあってな。何ですそれは。まあこの水の行く末とかな、それからな、雲とか風の行く末なんていうのはどっからどこまで行くのか、まあ無限に果てしないということで、これまたおめでたいとされてるな。なるほど、それもなかなかいい、良さそうでございますね。その他何かありますかね。食う寝るところに住むところ、こういうのがあるな。なんかそれ全然名前らしくないんですけどね。何ですよそれは。まあ人間というものはな、この衣食住が足りてないとこれ生活ができないということで、そこでな、食う寝るところに住むところがこれ一生ついて回ったらこれおめでたいだろう。なるほどね、食う寝るところに住むところ。その他何かありますからね。矢倉工事のブラ工事、これはな、矢部工事という植物があってな、まあこの植物はな、春に芽を吹き、夏はな、若葉をたたえ、そして秋には赤い実を実らせてな、冬の間もじっと強くな、丈夫に育つということで、一年中元気に育つということでおめでたい木とされてるな。なるほど、矢部工事ですか。その他何かありますかね。昔モロコシにな、パイポという国があってな、そこに修林岩という王様と偶林大というお妃様がいらして、このお二人の間に生まれたのがポンポコピーとポンポコナーというお二人のお子様。このお子さんがな、大層長生きされたということで、これまたおめでたいとされてるな。なるほどね。その他何かありますかね。どうだろうな、長く久しい命と書いて長久命というのがあるぞ。長く久しい命、いやそれはなんだか良さそうでございますね。その他何かありますかね。これはな、私がいつか誰かにつけてやろうと思って考えていたんだが、長く助けると書いて長助というのがあるな。なるほど、長助ですか。いやいろいろと教えてもらったんですけどもね、まあ今ここでね、一つ決めてもいいんでございますけれどもね、まあこれ足一人じゃちょいとね、なんか決まらねえんでね、うちへ帰ってカカアと一緒に考えて、それで相談して決めますんで、今一つちょっと今ね、教えていただいたのこちらの紙にちょっと書いてもらえませんかね。どうもありがとうございます。じゃあこれでね、ちょっと家に帰ってカカアと一緒に伺ってね、相談しますね。どうもありがとうございました。いやいや、おい行ってきたよ。あらお前さ、どうだった。いやどうだったってな、お前な、いやーやっぱりな、お嬢さんってのはな、いろいろと物知りだな、いろいろとな、ここにお前めでてえ名前をな、ほら帰ってきてもらったから、どうだこれ。本当だ。いやいろいろとおめでたい名前がいっぱいあるね。そうだろうめえな。それでだけど前よ、受験部とつけてな、お前途中でお前病気かなんかで死んじまったら、やっぱり長久命の方をつけとけよかったなんてな、いろいろと後でもうな、後悔するの嫌だから、これ全部めでてんだからな、これそっくり全部つけちまうじゃねえかなんてね、のんきな夫婦があったもんでございまして、まあつけた夫婦はいいんですけれどもね、つけられた子供はたまったもんじゃございません。大変だったのはその周りの近所の人たちだったりなんかいたしまして、でもこの名前が良かったのか、この子がですね、元気にすくすくと育ちまして、やがて小学校1年生、学校に上がるようになるっていうと、隣の近所の子がですね、学校に行くのに迎えに来たりなんかいたしまして、おはよう中ゲーム中ゲーム、五光堂の水力で海砂利水魚の水魚を待つ、雲来待つ風来待つ、食う寝るところに住むところ、矢浦工事の村工事、パイポパイポパイポの修林岩、修林岩のグリーン材のポンポコピーのポンポコナーの超救命の長助ちゃん、
学校行こう。あら、隣の金ちゃんじゃないの、ごめんなさいね。今うちの受験部事務局このせりきれ書いてあるせりきのせりきをまず運来罰風来罰くるでるところのすぶところ油小路のグラ小路パイムパイムパイムの主任が主任がのグリーンダイグリーンのポポポイのポポポラの超救命の長助まだ布団で寝てるのよ。今ねすぐ起こしてくるからちょっと待っててね。ほらほらうちの受験部事務局このせりきれ書いてあるせりきのせりきをまず運来罰風来罰くるでるところ油小路のグラ小路パイムパイムパイムの主任が主任がのグリーンダイグリーンダイのポポポイのポポポラの超救命の長助ほら金ちゃんが迎えに来てるなら起きなさいっていうのも。あらお前さちょっと聞いてよ、うちのね事件部事件部午後のすり切れ大体すり切れすり切れ松村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 金棒が来てんのにまだ布団で寝てるかさ。しょうがねえ野郎だな。今俺が今起こしてくるからちょっと待ってもらう。ほらおだろう。ちの時間が時間がこの頃すぎれ。カチャクスイキのスイキマツンラムツクラムツクーダルトクレスムトクロ。ヤブラコウジのグラコウジ。パイゴパイゴパイゴのシューリンガシューリンガのグリンダ。グリンダのポポポイのポンコラの長期目の長助。隣の金棒が迎えに来てんだから早く起きろってんだよ。おじさん、あんまり名前が長いんで、もう学校夏休みになっちゃった。続きましては小生一門のスパイス小生胡椒でございます。私小さく笑うと書きましてね、胡椒と呼びますので、まあスパイスの胡椒のようにですね、皆様に笑いを振りかけさせていただきたいと思っておりますけども、決して壊れている故障ではございませんので、ね、間違いないようにしていただきたいと思います。まあ今日はねちびっ子がいらっしゃるということでございますけどね、まあ小さい子を見ると、七五三ねありましたですね。七五三に行ってた時にね、子供が言ってましたね。まあまあ七五三ってさ、なんか水不足みたいだね。水不足で何？飴が欲しい。まあ七五三というとね、こう写真撮影がありますけどもね、この前写真館に行ったらですね、男の子がまあまあ可愛い、もうねスーツを着てるわけですよ。よく聞かされてですね、で最後ネクタイを締めるとなるとですね、急に泣き出すんですよ、男の子が。やだーやだーって、どうしてどう、うわ可愛いわよって、やだー。まだ働きたくないよ。勘違いした。まあそんなこともいるわけでございますけどね。まあそんなこともいると思いますね。まあ生意気なね、まあガキというかね。今日は違うと調子ね。いるでございますけどね。この前言われましたね。おじさんって、健康なんか気をつけてる。まあまあいろいろ気をつけてる。あのさ、健康にさ、酢がいいんだよ、知ってる？もう酢ね、クローズとかそういうやつかな。飲んでる？いや、まあ飲んでない。ダメだな、僕なんか毎日飲んでるよ。あら、僕小学生なのに毎日酢飲んでるの？うん、カルピス。おじさんさ、バーとか行ったりする？バー？いや、最近ちょっと昨日はさ、コロナで、ダメだな、僕なんかさ、しょっちゅうバーに行くよ。バーに行くの君？うん、ロイヤルホストのさ、ドリンクバーで、何飲んでるのって、さ、やっぱりさ、コップ一つ持って、オレンジジュース入れて、グレープジュース入れて、ウーロン茶入れて、コーラ入れて、こうやって混ぜて、これが本当のミックスジュース。美味しいの？うん、苦い。青汁だこれがさ、大人の味なんだよ、なんてね、こういう生意気の子もいるんですけどね。まあ、可愛い女の子もいます。お店に行きますとね、まあまあ、何？お花屋さんみたいね。お花屋さん？だって、バラとか桜とか桃って書いてあるじゃん。
お肉屋さんだったんですね。ああ、なるほどね。桜肉、バラ肉。かわいいですよね。そういうかわいい女の子もいるかと思うとですね、こんな女の子もいましたね。あ、すいません、お肉屋さん、これね、一番安いひき肉ください。ああ、奥さん、これもいいんですけど、今日ね、このお肉特売になってますから、もうちょっと高いですけど、これすごくおすすめですよ。うん、いいのいいの、一番安いやつでいいから。いや、そんなことないよ、特売のいいやつある。いや、いいの、一番安いのでいいの、うちのワンちゃんにあげるやつだから。そうですか、犬にあげるんだったらね、それはいいかもしれないですね。じゃあ安いやつで。まあ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 。何？うち犬いないよ。まあまあ、この美味しそうなハムが食べたいから買って。ダメ、今日はハンバーグだからひき肉なの。ああ、このハムが食べたい、買ってよ。ダメ、今日はひき肉なの。ああ、ハムがいいよ、ハム。もうこの子ったらハム買う気。スパイスですね。まあこんなことがあったりするわけですけどね。まあ、子供の頃に戻ったらしたいな、こうしたいなってね、ことも考えたりするわけですけども、まあなかなかね、どうなんでしょうかね。まあ、これは一人のお年寄り、何が悲しかったんでしょうか。目からポロ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 涙をこぼしながら泣いておりました。あれ、わしってなんで泣いてたんだろう。わかんなくなっちゃった。ああ、いかんいかんいかん。こうやってうちに黙ってぼーっとしているとボケてしまう。うん、ちょっと気分転換に外でも出かけようか。うん、ああ、この辺りもな、家がいっぱい建ったな。引っ越してきた頃は何にもなかったけれどもな。駅までの一本道、遅刻しそうになってよく走ったもんだ。走ったら15分ぐらいで着いたな。今だと歩くと2時間半はかかってしまう。走ってみるから、昔みたいに。よし、やってみるから。よーいドン。死んでしまう。5メーターしか走ってない。ダメだダメだ。急な運動はかえって体に良くない。そこだな。本に書いてあったら、指先を使う仕事は体に置けない。指先を使うことなんかなかなかないからな。指先がもうなかなか使うことないから。本に書いてあったら、何にでも興味を持つと置けない。何にでも興味を持とうか。ありだ。あ、いかん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 。何でも興味持たなくては。アリさん？アリさんはどこ行くのかな？アリさん？アリさんはどこ行くの？アリさん？アリさん？子供たちついてくるな、あっち行きなさい。だからボケじゃないわ、行かないと。ダメだダメだ。あ、もういいやいいや、うち帰ろう、うち帰ろう。新聞でも見るかな。何？明日は氷点下1度。いやいやいや、何にでも興味を持たなくては。何？明日は氷点下1度？次の記事。何？大都版が署名衝突？次の記事。小生おはこさんが人間国宝。世も末じゃな。まあ新聞なんかどうでもいいや。ああ、そうだ、これだこれだ。盆栽でもいじるかな。もうな、若い頃は随分年寄りじみた趣味だなんて言われたけれども、今となったらちょうどいいわ。それにしても随分集めたな、これ。随分集めたけど、やっぱりお前が一番かわいいわ。たまに古典の手法も使わない。バカにするやつ。
一番最初に買ったやつだからな、なんか手入れの仕方もわからなくて、ほんと随分もう変な形で、もうブサイクだけど、お前が一番可愛いまあそれにしてもな、今までいろんなことがあったな、ああすればよかった、こうすればよかったなんてこともいっぱいあったけれども、そういえばお千代ちゃんどうしてるかな、よく行く飲み屋でお千代ちゃん可愛かったな、白くて綺麗な手でお酌してくれて、急な仕事の転勤でうちを引っ越すとき、お千代ちゃん駅のまで見送りに来てくれたんだよな。列車が動き出す、お千代ちゃんがホームで走り出す、なんか叫んでたんだよな、なんて言ってたんだろう今だったら携帯電話でさっきのよう何って聞いたんだけど、あの時はそのままだ、ああお千代ちゃんと結婚してたらな、それに比べて今のばあさんなんてもう何の生き物だか分かんない、あのお千代ちゃんと結婚してたら人生が二度あればな子供の頃も楽しかったな、ああ原っぱで毎日走り回ってたな、もしかして一番楽しかったかもしれない、それに比べて今の子供なんかテレビの前でクニ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 って、面白くもなんともねえよ、ほんとに原っぱで一日中走り回る、あれが一番楽しかったな、人生が二度あればな、親の死に目にも会えなかったな、母危篤の電報が来て支度をしている時に家の柱の角に足の小指をぶつけて痛がってるうちに間に合わなかった、財産も全部兄弟に持っていかれちゃった、間に合ってればな、全部財産は全部お前に得るんだって言われてたかもしれない、騙されたのかもしれない、人生が二度あればな、それにしてもお前も俺も年ばかり重ねてちっとも大きくならんなまあお前ばかりはわしが毎日こうやって手入れするから大きくなりようもないがな、この時自分の人生と可愛がっていた後輩と何かオーバーラップするものがあったのでしょうか、このお年寄りの目から涙がポロポロッと落ちると松の実にポトッと落ちました、すると辺りがパーッと真っ白になりまして、チーズチーズチーズ、なんだ君、一体出てきて何者なんじゃ、松戸誠っす、え松戸誠です、自分でさっきからなんか話聞いてたらなんかかわいそうになっちゃっていろいろお世話になっちゃったし、だからなんかね願い事叶えてやろうかななんて思って、そんな感じで出てきたって感じ、そんな感じの俺いやかましい、だってダメじゃない、人のうちに勝手に入ってきて、あ早く出てきなさい、でさっきからなんか昔に戻りたいなって言ってなかったかななんて思ったりなんかして、だったら昔に返してあげようかななんて思ったりして、ここに松ぼっくりがあるからこの松ぼっくりをかじりながら昔に帰りたいとか思ってたら昔に戻れたりなんかしちゃったりなんかしてなんかしててやってみたらいいんじゃないかなと思ったりなんかするわけ、そんな感じで俺やかましい貸しなさいの、あれいなくなっちゃったこの松ぼっくり、まあダメでもいい、やってみるか、なんだって昔のことに戻りたいって思いながら走れば昔に戻れる、じゃあ、お千代ちゃんに会いたい、ね、お千代ちゃん、よし、お千代ちゃんに会いたい、お千代ちゃんに会いたい、ワクワク、あっ、列車だ、ああ、列車が走り出す、ああ、お千代ちゃん、なんか叫んでる、聞こえない、聞こえない、わしは今補聴器という便利なものを持ってるよし聞いてみよう、なんて言ってるんだい、月だけは払ってっていやもう色っぽくもなんともねえじゃないか、もう、もういやいやそんなことはどうでもいいんだよ、よしよし、あの頃子供の頃に帰りたい、子供の頃に帰るぞ、よし子供の頃原っぱに俺原っぱだよ、うわあ、友達もたくさんいる、ああよーし、こういう時は棒を拾って意味もなく雑草をなぎ倒しながら走り回るんだわーいわ
しいよ、本当に。そうだ、そうだ。母さんに会いたい、母さんに会いたい。母さんに会いたい。母さんに会いたい。あの時のうち、電報、母が来とか、そうだ、そうだ。よーし、お母さんに会いに行くぞ、急げ、急げ。スタックをして、そうだ、そうだ、この柱にぶつかってる。間に合わなかったんだ、よし、避けてよ。よし、大丈夫、大丈夫。間に合った、間に合った。母さん、大丈夫。ああ、お前か。よく来てくれた。母さん、しっかりして。母さん、大丈夫。お前にな、言わなきゃいけないことがあるんだ。え、何？それは財産のことだ。財産、財産、どういうふうに分ければいいの？財産はな、お前には1円もやれん。え、どうしてだよ。お前はな、父さんの子じゃないんだ。え、そうなの。じゃ誰の子なんだよ。それはな、ガク。おい、おい、なんだよ、人生になったってダメじゃないかよ。もう1回しかないから楽しまなきゃいけないんだよ。2回あったってダメじゃないかよ。なんで泣いてるの？えいぱいのお運びで厚く御礼を申し上げます。第156回大和屋美人寄席ということでございまして、もうおかげさまで156回を迎えましてですね、1ヶ月に1回やらせていただいておりまして、この156を12で割りますと13年になるということでございまして、今日は13回忌というでもね、なんですよ、今日はね、ご案内のようにはるばる関西の方から薫風亭青空さんをねお招きして、うまいっすよね、うまい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 っすよね。このうまいにはわけがございまして、私が教えてるんですよ。今の流行りのズームというやつでですね、やらせていただいておりますけどもね、本当にいい感じでございましてですね、あとはこのね、小生聖書がこの間のね、幕別でありました幕別格別落語祭りがございましてね、それでもって9人の出場者の中でベストワンと申しますか、優勝をしましてですね、ですから来月はこの優勝記念落語会をやろうかなと思っておりますんでですね、またお集まりいただきたいと思いますけども、先ほどはね妙賀宿をやりましたけども、うまいっすよね、うまいっすよ、このうまいにはわけがございません。でもかと思えばね、先ほどね、胡椒もやりましたし、その前がヨッシーという、これね、お客さん言っときますけどね、テレビ局のアナウンサーなんですよ、アナウンサーなんですよ。うまいっすよね、うまいっすよ。誰が教えたか。今日は泥棒の話でご勘弁のほどを願っておきますけども、ある泥棒が長屋に忍び込みましたんですが、なんかこのあんまり稼ぎがねえなってんで帰ろうとしますと、おお、なんだあんなの、おあんちで火燃えてるな、おお、どんぶりたち持ってよ、あ、滝に炊いた、炊いた、いかない、はあ、危ないところだったよ、あ、もう俺が入ってきたらいいもんだよ、あ、でも真っ暗だな、このうち、何もし、あんなところに人を寝てやらっしゃ、なん、この野郎、この野郎、起きろ、起きてるよ、起きてる、起きてんだったら、なんとか言ったらどうだ、なんとか言ったらどうだって、ここは俺ん家だからさ、言おうが言いまいが俺の勝手だよ、俺は誰だと思ってんだ、誰だと思って、知らないよ、知らない、こんな野郎、俺は泥棒だ、そんなに
大きな声してあっちゃったね。この長屋にはね、スモーク連れとかね、車力とかいっぱいこんなのがいるからね、声出したらもうふんづかみにされるの。知らねえと思って。えいい加減なこと言うの。いい加減なことじゃねえよ。うん、やっと喋ってみてもいいよ。こんなの来るから分かったよ。ブラン、金出せってんだよ。はい、金を出せってんだよ。まあ金なんかねえよ。ねえ、ねってことねえだろ。こんな長屋でおってな、金貯めてるはずだ。お前が勝手に決めんなよ。ないってんだから。ないよ。じゃあな、出しいいようにしてやるからな、ちょっと思って。これが目に変なか。ああ、綺麗だね、綺麗だね。これが目に入らないってとか、こんなもの目に入らねえよ。俺の目は紙くず箱じゃねえんだから。でも綺麗だね、綺麗だねってな。あ？俺はな、今まで何人やってると思ってんだ。やってやろう。殺してくれんの？あ、ちょうどいいとこだ。殺してくれよ。命をそんなに粗末するんじゃねえ。だってさ、俺死にたいなと思ってたとこなんだよ。あのね、俺はね、もともと大工なんだ。結構ね、自分で言うのもなんだけども、腕のいい大工でね、よかったんだけども、博打が好きでね、しょうがねえから友達に銭借りて博打やったんだけども、吸っちゃってね、これはしょうがねえやと思って、道具箱ね、質に入れて、また貼ったんだけども、それがもう全然ダメでね、もうこれどうしようもなくて、俺は三日三晩、何も食っちゃいねえんだ。だからよ、もうこれは死ぬしかない。死ぬしかねえからよ、殺してくれと。なんだよ。おめえ、で食ってるぞ。で食ってる。じゃあ、その毒箱があれば、働けるのか。毒箱が働けんだけどさ、5円で入れちゃったもんだからね。もうなかなか銭がなくて。5円あれば1点だな。じゃあここによ、ご挨拶ってあるからよ、これ持って入れ、見ず知らずの人にそんなことにしたらダメだよ。これあればいいだろう、ね。だからどこどこ出してよ。やっぱりダメ。これ返すもん。なんだよ返すって。いや、あのね、道具箱は5円で入れたんだけどね、二月前でさ、利子があるんだ。俺に利子まで払えてるのかい。そういうことでもないんだけど、いや、分かった。利子いくらだ。あ、2円あればいいんだ。しょうがない、これ札じゃねえけどよ。俺2円だ。ここで持って出せ。いや、でもやっぱりよすよ。やっぱり殺してくれた方がいいよ。なんだよ。俺もうね、三日三晩何も食べていねえから、なんか食いたいなと思うんだけどもさ、銭がなくて。しょうがねえな。じゃあこれでもってな、50銭あるから、これでもってな、米買って食えば。でも俺おかず食いなんだよ。あ？でもやっぱりダメだ。これなんだよ。いや、あのね、ちょっと俺のあの体触ってみてくれないか。体気持ち悪いな。おめえなんだ。え、ふんどち一本じゃないか。あのね、もう全部ね、七に入れちまったんだ。これね、2円あればね、利子も含めていいんだよ。全部さっきあのそこの方なんかこうつまんでなかった。つまんない。つまんないな。違う。もうこれ全部やるよ。もう他人事とは思えないば。当たり前だよ。じゃあいいか、ちゃんと蹴って、ま、真面目に働けよ。じゃあな。どこ行くの。どこ行くのって蹴るんだよ。あ、帰るの。帰るんだったらね、この路地出てね、右曲がっちゃダメだよ。
右に交番があるから。だから左に曲がる。今日は俺は何も悪いことしちゃいねえよ。じゃあの、それからどうも。だって名前わかんないからさ。しょうがないから なんだよ。あのね、もう一つ頼み事あるんだけども、なんだよ。今日はもうだね、お銭も何もないんだよ。あ、今日じゃなくていいんだよ。あの季節の変わり目にまた来てほしい。ありがとう。口の曲がった鳥らしいんですが、口は全然曲がってない真面目な、飯塚さんです。本当は堅い商売なんですよ。はい、それと彼が話したのが夜間なめ。あの、分かりました。夜間って分かる？分かります。夜間って。あ、分かった。分かる。ああ、よかった。そうですね。で、五升うなぎ。うちもうなぎやっておりますが、本当にうなぎね。それにまつわって、まあ、あのちょっと危ない話なんですが、危ないっていうかね、よく考えたら怖いですよね。でもそれをブッダネさん、お坊さんが、現役のお坊さんが話すというのが、やはりそれが深い意味があるんですね。皆様よく命を大切にしてくださいというお話だと思います。だから明賀宿、これは明賀はね、本当になんかよく私方の世界で同じようなことがいっぱいあるんですけど、お金をもらい忘れたとか、多くいただいてしまったとか、あのそれでいろんなことがあるんですが、皆さん忘れた方がいいことがいっぱいあるのかもしれないから、別にこの頃私散歩歩くとやってたことを忘れるんですよ。だからそれでもいいかなと思っているような人生になりましたので、若い方はあまりあの参考にしないでね、いっぱいこれが覚えるんだけどね、なんだけど、ただあの都合の悪いことは忘れるのが年なもんですから、おじいちゃんおばあちゃんがいい加減なこと言ってても怒らないで聞いてやってくださいね。お願いします。 おじいちゃんおばあちゃんを大切にしてください。よろしくお願いします。それからあの粗骨の釘、あの本当粗骨はね、もう私のことを言ってるようで笑ってたんですけど、本当ですよね。八寸の釘ってね、思わず聞いててどのぐらいの長さだったなと思いましたけど、皆さん三寸グブって知ってます？三寸グブってこのぐらい10センチなんですけど、八寸ったら本当にその倍、ね、ちょっと長いんですけど、そんな釘がこの頃見たことないでしょ、ね、でそういうのを皆さん作って、ああいう建物を作ってたんで、昔の大工さんはすごい腕がいいです。はい、そこの話に持っていきました。で、ジュゲム、これはもうオーソドックスで、お子さんたちもよく聞くと思いますが、ジュゲム、ジュゲムってね、あのよく一番最初の出だしの落語というあの段階に入るときに一番最初に聞くのがやっぱりジュゲムじゃないかなと思います。ただ思いは本当にお子さん そのいい名前とかいい生き方とかいうのをお寺さんが一生懸命話しているあのお経ですよね。落語のお経だと思ってください。それであの楽しんでいただければと思います。ヨッシーが話しました。まあ本当にヨッシーね、はい、テレビ局のアナウンサーなんですけどね、喋り方がすごくいいでしょ。だからなんですけど、本当に青空さんもあの滑舌がいい方でしたが、あの青空さんと体を張ってヨッシーも、すごく話し方がいいです。それにその次、人生が二度あれば保証さん、これって古典落語なんかどうなのか分かりませんが、違いますよね。もう古城さんは皆様も長年お付き合いできるように、本当にスパイススパイスで、もう誰もが分かる、あの座布団がだんだん増えていくか減っていくかの落語でございます。あのそれがすごく大好きで、私本当にね、イベントさせれば彼の身に出るものは いません。ぜひヨッシーさんと仲良くしてください。保険屋さんです。はい。はい、それとゴキドロ、これはもう師匠ね、あの本当に昔はそんなような時代でしたよね。だから本当に人ってね、悪人はいないんですよね、本当は。なんでそれなのにプーチンがあんな風になってしまったのかというのは、そういうのもぜひ終始はやめておきます。でますか、本当は悪人いないんですよ。みんな本当にいい人なんだけど、なんかどっかで悪人っていうか、悪人って決めるのは相手が悪人って決めるのでね、その立ち位置によってかばってるわけではないですからね、あの悪人をかばってるわけじゃなくて、
泥棒は泥棒なり、私は私なり、いろいろあります。それと一緒で、そこを考えてやると、所詮大したことではないと思いますので、皆様楽しく聞いていただければと思います。で、沖田のお箱師匠でした。ブッダネさんも聖翔さんもそうですが、そのさっき言ったヨガヤドの名前言わなかった聖翔さん、実はですね、第1回幕別、落語祭り、はい、ぶっちぎり最優秀大賞って書いてあるんですよ。それで創世聖翔優勝記念講座っていうのを来月11月の講座第3土曜日の19日にやります。本当にね、学校の先生なのに、なんか知らないけどお酒が好きでもうお酒を語らすと、きっとピカイチの方だと思いますが、本当に面白い方っていうか、その人生の中でね、みんなそれぞれ持ってる中で、とても初めてまだそんなに深くない方、深くないで長くないんですけどね、本当にあれよあれよと優勝してしまいました。でこの間私のラジオに船長さんの蕎麦声を流したんですけど、その時にこの第1回幕別格別落語かそれは私トロフィーも素晴らしいトロフィーで賞状もパンと見せてもらったんだけど、この台を忘れてしまってラジオでごまかしましたどっかで優勝したんですよねって、まあ、そんなもんで、ね、すいません、どっかでいいと思いますが、私はそういう人生を歩んでますので、皆様あまり当てにしないで美人寄席来てくださいですから楽しんでいただければいいと思いますので、ぜひ来月、ぶっちぎり最優秀大賞をいただいた小生聖書さんの特別記念講座をいたしますので、皆様楽しみにして来てくださればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日は長い時間ありがとうございました。